どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友クレジットカードのキャンペーンがもりもりということで、かなりねお得なキャンペーンというふうになっておりますんで、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。でですね、今回のキャンペーンは三井住友クレジットカードのキャンペーンが2つですね。また V ポイントの新しく出たねスマートフォンアプリのキャンペーンがね2つということで、またですねポイントサイトの案件もね出ているっていった形になっておりますんで、かなりねお得なキャンペーンという風になっておりますんで、ぜひね最後までご覧いただければなという風に思います。まず三井住友クレジットカードのキャンペーンからですね。新規発行と入会で最大ね 20% 還元キャンペーンとですね、またですね V ポイントのスマートフォンアプリで使える1000円分のですね V ポイントのギフトコードがもらえるというふうになっておりまして、こちら両方合わせるとですね最大1万1000円がねもらえるキャンペーンというふうになってるんですよね。まずね 20% 還元キャンペーンなんですけども、申し込み期間が2021年の2月の1日から4月の30日までっていう風になっておりまして、クレジットカード発行期間が2月の1日から6月30日までっていう風になっております。特典はですねカード入会の2ヶ月末までにクレジットカード利用分の 20% の還元ということで、最大ね1万円相当の V ポイントがもらえるっていった形になっております。上限に関しては最大1万円っていう風になっておりますんで、逆算するとですね対象支払い金額は5万円っていった形になっております。5万円利用するとですね1万円分相当の V ポイントがね返ってくるっていった形になっております。でですねこちら対象カードがですね記載されておりまして、こちらはね対象のカードっていった形になっております。三井住友カード NL、 三井住友カードレビュープラス、レボスタイル、プライム、ゴールド、プラチナ、三井住友カードビザ SMBC、 プライムゴールド SMBC、 ゴールドビザ SMBC ということで、このね一番上の三井住友カード NL っていうのはですね、2021年の2月1日から新規発行が開始になったですねナンバーレスの三井住友クレジットカードっていう風になっております。でですねこちらのキャンペーンですね、対象外っていうのが記載ありまして、三井住友カード A、 アテミエ、エグゼクティブ、エブリプラス、三井住友ビザ SMBC、 三井住友カードプライムゴールド SMBC、 三井住友カードゴールドビザ SMBC、 三井住友銀行キャッシュカード一体型を含むということで、こちらのクレジットカードをですね保有されている方は対象外っていう風になっております。でですね期間が定められておりまして、2021年1月31日時点でクレジットカードをね保有されている方、またですね2019年3月31日以降に対象のクレジットカードを発行歴がある方っていうのはですね対象外っていう風になってるんですよね。私もですねエブリプラスねずっと保有しておりますんで、こちらのキャンペーンはね対象外っていう風になるわけなんですけども、こちらのですね 20% 還元キャンペーンについてはですね保有されている方はこちらね注意していただきたいなっていうふうに思います。またですね対象外のね利用先っていうのも設定されておりますんで、ちょっとねここら辺に出しておきますんで、こちらもね注意していただきたいなっていうふうに思っております。でですねこちらは 20% 還元キャンペーンなんですけども、支払いでね一応見ていきたいなっていうふうに思っておりまして、2月入会で2月末までに1万円利用した場合は3月に2000円分相当の V ポイントプレゼント、またですね3月単月で2万円利用した場合は4月に4000相当の V ポイントプレゼントということで、こんな感じでね還元が受けられるっていった感じになっております。それでは次にですね V ポイントギフトコード1000円分がねもらえるキャンペーンなんですけども、こちらはですね新規クレジットカード発行すればですねもらえるっていった形になっております。でですね申し込み期間が2021年2月の1日から4月の30日っていう風になっておりまして、発行期間がですね2021年の2月の1日から6月の30日までっていう風になっております。でですね特典については V ポイントのスマートフォンアプリのですねギフトコード1000円分がねもらえるっていった形になっております。でですねこちら新規クレジットカード完了でねもらえるっていった形になっておりまして、対象カードはですね先ほど同様ですねこちらのクレジットカードをね発行すればもらえるっていった形になっております。でですねこの V ポイントのギフトコードって何ですかっていう話なんですけども、こちらはですねスマートフォンアプリにですね新しく出たですね V ポイントのアプリがですねあるわけなんですけども、そこでねチャージすることによって
利用することがねできるっていった形になってるんですよね。でですね、こちら利用先なんですけども、この V ポイントアプリですね、 Apple Pay、Google Pay がね利用することができるっていった形になっておりますんで、まあこちらは電子マネーみたいなね感じで覚えておいていただければいいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこちらはですね Apple Pay、Google Pay も利用することができるわけなんですけども、ネットショッピングのビザ加盟店とかでもね利用することができるっていった形になっております。それでは次ですね、 V ポイントアプリチャージで 20% 増量キャンペーンですね。こちらは先ほどね紹介したスマートフォンアプリのですね V ポイントのキャンペーンというふうになっておりまして、V ポイントにねチャージすると 20% 増量されるっていうキャンペーンですね。こちら期間が2021年2月の1日から3月31日っていう風になっておりまして、こちら対象はですねスマートフォンアプリのね V ポイントをダウンロードしていただいて、アプリ内ですね V ポイントに残高チャージまたはですねインターネットサービスの V パスってありますよね、こちらから V ポイントアプリにですねチャージした方が対象っていった形になっております。このキャンペーンはですねスマートフォンアプリ内で移行したね残高チャージもしくはですね三井住友カードの V パスってありますよね、まあ、こちらから V ポイントアプリにですねチャージした方が対象といった形になっております。またはこちらのキャンペーンはですね各種ポイントサイトから移行したねポイントもですねチャージすることができるといった形になっておりますので、ポイントサイトにですねある程度ねポイント保有されている方で1ポイントね1円以上でね利用されたい方は、仮にね1000円分のポイントがあってねこちらを移行してねチャージした場合はね1200円分でですね利用することができるっていった形になっておりますんで、かなりねお得なキャンペーンなのではないのかなというふうに思っております。それでは次にですねこのスマートフォンアプリの V ポイントのねリリースキャンペーンっていうのもね行われているんですよね。でですねこちらは V ポイント最大2000ポイントがもらえるキャンペーンっていうふうになっておりまして、こちらはですねスマートフォンアプリの V ポイントをダウンロードしていただいてチャージしていただくと最大ね2000ポイントがもらえるっていうキャンペーンになっております。こちら期間はですね2021年の2月の1日から3月31日っていう風になっておりまして、こちらねチャージしていただくわけなんですけども、チャージ方法はですねクレジットカードもしくは三井住友銀行からね口座からっていった形になっております。特典についてはですねチャージしたね 20% がもらえるっていった形になっておりまして、最大ね2000ポイントまでっていう風になっております。ということで上限がですね最大2000ポイントまでっていう風になっておりますんで、逆算するとですね1万円の利用で2000ポイントがねもらえるっていった形になっております。でですねこちらもらえるポイントなんですけども、最大ね2000ポイントまでねもらえるわけなんですけども、こちらはですねアプリの残高でねもらえるっていった形になっておりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。ですけどまあこちらはですね1万円ねチャージすれば1万2000円分にねなるっていった形になっておりますんで、かなりねおすすめっていった形になっております。それでは次にですねポイントサイトの案件ですね。今回紹介させていただいたキャンペーンはですね三井住友クレジットカードのキャンペーンなわけなんですけども、この対象カードの一つにですね2月1日から新しくね発行された三井住友カードのナンバーレスカードっていうのがねあるわけなんですけども、こちらのクレジットカードはですねポイントサイト EC ナビで1万円分のポイントのね案件で出ているんですよね。三井住友カードのナンバーレスのねクレジットカードはですね年会費も無料で、またですねポイントサイトの案件もですねクレジットカード発行するだけでですね1万円分のポイントがねもらえるっていった感じになるんですよね。今回紹介させていただいたキャンペーンもですね狙うことがねできますので、かなりねおすすめっていう風になっております。またですねこのポイントサイト EC ナビのね案件についてはですね三井住友カードのナンバーレスのねクレジットカードを発行するだけでポイントがもらえるわけなんですけども、今までですね三井住友カードね保有されている方でも三井住友カードのナンバーレスのねクレジットカードを初めて発行される方であればですね、このポイントサイトの案件ね取ることができますんで、ぜひね狙っていただきたいなというふうに思っております。ポイントサイトね EC ナビの公式サイトはですね概要欄の方にね載せておきますので、そちらね確認していただけたらなというふうに思います。でですねこの新しくね発行された三井住友カードのナンバーレスのねクレジットカードっていうのを簡単にね紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まあ名前の通りねナンバーレスっていうふうになっておりますんで、クレジットカードのね番号が記載がないねクレジットカードっていうふうになっております。でですね基本スペックについてなんですけども、年会費はね永久無料、
で、家族カードについてもですね、永久無料でね、発行することができます。またですね、基本還元率は 0.5% というふうになっておりまして、貯まるポイントは V ポイントというふうになっております。でですね、こちらのクレジットカードはですね、コンビニのセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、あとね、マクドナルドで利用すると、200円につきね、2% のね、還元が取れるっていう形になっております。ですので、この対象店舗ですね、利用していただくと 2.5% のね還元が受けられるっていった形になっております。またですね、タッチ決済ってありますよね。このクレジットカードね対応しているわけなんですけども、この対象店ですね、タッチ決済するとさらにねポイントが倍になるということで、最大ね 5% 還元っていう風になるんですよね。利用先はねコンビニとマクドナルドということで、かなりね対象店は少ないわけなんですけども、まあヘビーユーザーの方であればですね 5% 還元っていう風になりますんで、こちらもね悪くないのかなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、三井住友クレジットカードのキャンペーンね、一気にね解説させていただいたわけなんですけども、キャンペーンはねたくさんあってね、ほんともりもりっていった感じですよね。今回ねクレジットカードをね保有されているされてないでですね、狙えるキャンペーンね違うわけなんですけども、私みたいにですね三井住友クレジットカードね保有されている方であっても、ポイントサイト EC ナビ経由で三井住友カードのナンバーレスのねクレジットカード発行されればですね、ポイントサイトから1万円分のポイントまたね V ポイントのギフトコードね1000円分は確実に取れるっていった形になっておりますんで、年会費無料のねクレジットカード発行するだけでもらえますので、ぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった A 0マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイラットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。